県和美町知事長の大主任知事長の総会議員をしております中井知事と申します。この度の参議院選挙での総会党の方への応援メッセージということで、まあ、ぜひ私から伝えたいこととして、実際まあ議員になって1年が経とうとしておりますが、12人議員がいるうちの8人が与党の議員で、残り4人が、まあ、無所属なんですけども、全然その自民党以外の声が政策に反映 しづらい状況を今目の当たりにしております。そもそも、まあ、自民党の政治がもうがっつり根付いているので、まあ、そもそも自民党の政治はまずベースにある。さらに地図庁の、まあ、声が強いっていうんですか、声の大きい人の意思で動いているっていう現実2つ重なっているので、本当一部の意思だけで調整が成り立っているっていう現状があって、なんだろう、だから決められたことを町民はしろみたいな、そういう体制にもなっちゃってて、何かこうこうしてほしいっていうと、なんか反対勢力みたいな感じで取られちゃって、なかなか入りづらいですよねっていう現状があって、さらに人を見るんです。だから自民党の声だったら多分改善されるかもしれないけど、自民党じゃなかったらなおさら弾かれる、そういうところがあるので、まあまあ国の体質でしょうね、政策というより体質をそのままその調整にも持ち込まれてるっていう感じはしてます。なので、まあそうですね、国に従う、上の言うことは従う。この状況を変えるには、まあ、地図庁には共産党の方がいらっしゃらないので、ぜひ増やしていただいて、もう本当町民の声、市民の声が届く政治に戻さないといけないなっていうのを私は日々感じてます。そこでやっぱり共産党の方の力は必要になってくると思うので、ぜひ議席を増やして、政治を市民の元に取り返してほしいなと思ってます。そのために私も、まあ、一議員として日々戦っておりますので、一緒に市民のための政治を作っていきたいなっていうことを思ってます。